はい、こんにちは。日本改革党靴沢良治でございます。棟梁様、チンクエ様、トラネコ様、ユウヨシ様、矢野千鶴様、吉高様、無意自然様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して選挙活動資金させております。今日の参院選選挙活動は八王子と立川で、活動してまいりました。多くの方に暑い中お集まりいただき誠にありがとうございました。棟梁さん、無意自然様もいらして、いただいてですね、無意さんは初めて、お会いできました。誠にありがとうございます。明日27日は事務調整日とさせていただきます。ちょっと選挙お外出ないで、いろいろたまったのやりたいと思います。八王子でですね、演説終わった後に台湾人の若者2人組に握手を求められました。細っこいですね、20代の若者で、本当にね、日本人、日本語もペラペラで、わかんない、言われなきゃ、台湾人です言われなきゃわかんない、米国の大学に留学しておった、そうなんですよね。で、その時は白人が3割、学生3割白人だったのが、3割じゃねえや、白人が7割だったのが、数年後その大学に戻った時はヒスパニックが8割になっており、移民の侵略が恐ろしいと言っておりました。白人の学生が7割だった大学がたったの数年でヒスパニック8割になっておってたまげたと。最近池袋西口に中国人がどんどん増えておって恐ろしいと言っておりました。日本人からしたらお前らも同じように恐ろしいけどな、台湾人だからなんだっつんだよってね、日本人同士みたいに親戚じゃねえがんなって思ったのは内緒です。台湾人って言えば許されると思ったらお間違いだからな。特に私は日本人は親戚同士という思想を持ってますから、親戚じゃねえんだからよ、区別はして叱るべきだと思います。立川駅北口で、15時開始の予定だったんですけども、蓮舫チームと勝ち合っちゃいまして、開始時間を30分遅らせました。いつまでやるんですかって聞いたら、3時半まで、やらしてくださいって言うもんですから、あ、そうですかっておとなしく待っておりました。チームを仕切っておったですね、チラシ配りやっておった松戸市議、男性の方ですねとお話ししました。本人は北海道で誰かの応援凱旋やってるのって、で、本人なしのチームで凱旋やっとったんですけども、まあ市議とか区議が代わる代わるマイクを握ってですね、東京では本人不在のチームが活動してですね、本人は4日間しか東京でできないそうであります。でもね、余裕っしょって聞いたら、って答えておりました。なんかこの統制が落ちてますからね、なんてね、立憲の松戸市議党の勢いですね、党の評判が悪い。そういえば終わった後ですね、誰か通行人のなんか背高い男性になんかギャーギャー言われておりましたけれども、何の話してたのかな。終わった後、選挙の演説終わって撤収なんて時に、黒っぽい服着たですね男性が、ギャー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 言っておりまして、ひょっとしたらなんでうんこをしたんですか、どうして個室に残していったんですか、なんて聞いてたのかもしんないな。その松戸市議さんにですね、あれですかって、いつから区議、豊島区議辞めて参院選に出るって決められたんですかって聞かれたんで、いやもう当選してすぐ決めましたんで、区議になった時から決めてました。あ、3年経ったら参院選出よう、言って、でらですね、まああれなんでですかって言うから、私区議向いてないんで、地域の声を拾わなくちゃいけない、区議に、区議会議員に向いてないんすよ、だって私より悪人いなかったですもん豊島区議会で
みんな私より善人で、立憲のあの議員さんも3人ですけど、みんなあの私の100倍善人で話ですね。で、あのその方ですね、15年間誰かの秘書やった後に松戸市議にしてもらったそうなんですけども、15年間っていうと民主党時代、あるいはひょっとしたら社会党時代から秘書やってた人なのか、で聞いたらね、私あの市議に向いてんですよって言っちゃってさ、結構あの弱者を救うのが好きみたいであります。で私あの区議とか市議は向いてないっすよ、いろいろあの相談されるじゃないですか。でね、そんな助けてたらキリねえよって言いたくなるし、すぐにね、勝手なこと言ってんじゃねえよって言いたくなっちゃうしって言ったら笑っておりましたけれどもね。というわけで明日は事務調整日とさせていただきます。選挙活動はちょっとお休みさせていただきます。明後日の予定が決まりましたらツイッターなどで、告知いたしますんで、よかったら皆様いらしてください。デトックスジャパン。